皆さんこんにちは、エルザです。今回も黒森町キタンやっていきたいと思います。まあね、前回第1話かな、第1話終わりっていう感じでいいのかな、終わってまあどうしよっかみたいな感じだったけど、まあやっと黒森町についてここからいろいろ謎解きというか一気に話が進んでいく感じなのかなと思うけどね。結局この子もねよく分かってないからね、正体とかね気になるけど、外出て見よっか。こっからだね。さあ、たださ、まあ、出てどうするかみたいなところなんだけどさ、どこも入れないんだよね今のところ。あ、にゃんこちゃん、にゃん、まあいけないよな。鹿島駅で会った黒猫じゃない。あら、また会ったにゃん、こんにちは。私の言葉がわかるにゃん。うん、いろいろと事情があって。そういえば初めて会った時なんか私に言いたそうじゃなかった？いや、お酒でもご馳走しようかなって思って。あんたみたいな可愛らしい娘さんに会うのすごく久しぶりだったから。まさかの口説きだったか。ごめんなさい、あの時言葉が分からなくて。それに未成年だからお酒は飲めないの。今時の若い娘はつまらないにゃ。なんか軽いわね。黒森町へは旅行できたのかにゃ。黒森町劇場に行きたくて。そんなとこへ何しに行くにゃ。あー、なんかあれなんだね、あんまり良さそうじゃないんだね。どうしても行かなきゃいけなくて。どんな理由があろうとあそこは危険にゃ。黒森町劇場の前には泣きさめ道があって、なんか雨に関すること多いね。雨季には猛毒の雨が降るにゃ。今あそこに行ったら間違いなく毒にやられるにゃ。泣きさめ、3年前劇場の近くで毒ガス襲撃事件があったにゃ。そう、あの日は雨だった。どっかの教団の狂った信者が劇場の屋上まで走り、毒ガスを爆発させたにゃ。毒ガスは雨と混ざり、通行人たちに降り注いだ。書いてあったね、あれね。襲撃に巻き込まれ、大勢の人が亡くなったにゃ。その光景の恐ろしさたるや。毒ガスは浄化されているとはいえ、何の罪もなく、非業の死を遂げた人々の怨霊は、今でも劇場の周りをさまよい、最後の悲鳴を上げ続けている。凄まじい怨念がこもったその悲鳴が、泣き雨となるにゃ。泣き雨には強力な腐食性があって、傘なんて刺しても何の意味もないにゃ。ああ、じゃあそれも呪いの雨ってことか。はははは。だから雨が止むまであそこは絶対行っちゃダメにゃ。他に劇場に行く方法はないの？そうだにゃ、森の猫カフェの店長なら。猫カフェか、いいな。泣き雨の腐食から逃れる方法を知ってるはずよ。森の猫カフェ、あそこの店長はすごくいい人だから、彼女ならきっと知ってるにゃ。そのカフェはどこにあるの？あの路地の突き当たりよ。にゃじゃないんだね、そこはね。分かった、ありがとう。娘さん、私と飲む気になったかにゃ。遠慮しておきます。まあ、なんか大事な用事あるみたいだし、困らされけん行かないにゃ。うん、本当にありがとう。親切な猫なんだけどね。若くて可愛い女の子はどんどんこの町から言えなくなっちゃうにゃ。でも森の猫カフェのウェイトレスは可愛いにゃ。あなた以上にクールなところにたまにひむ傷なんだけどね。ちょっとくらい笑って減るもんじゃないのににゃ。まあ、かわいいね。猫かわいいね。お？猫いっぱい。あ、これが135か。第2章、猫の列車。次、猫股か？そんな感じなのかな。
あ、お客さんなんて久しぶり。ようこそ森の猫カフェ。あなたが店長さんですか？私はただのウェイトレスです。店長は中にいますわ。今は営業時間中じゃないんですか？最近めっきりお客さんが減ってしまって、すごく暇なんですよ。少しでもお店の手伝いになればと思って、こうしていたんです。ああ。そうだ、ここには結界が張ってあるんですか？そうですよ、よくご存知ですわね。ほら、この不景気でしょ。こうして結界を張ることで、かなり経費を節約できるんですよ。にゃあ。これは勢いろと通し人の声を、そなたは重い運命を背負っているようだにゃ。なんでそんな言い方なの。いや、すまないにゃ。そなたの運命を覗き見するつもりはなかったんだが、未来が見えるこの妖怪クモバーの目をうまく制御できんでな。君は？あなた、小松菜奈子さん。小松菜奈子、ここ数年すごく人気のある芸能人よね。新作映画のリングすごく良かったにゃ。リングだね。え、似てるのにゃ。じゃあ、あなたも七子ファンなの？何本か見たけど。嬉しそうだね。猫の書かれた看板が未だに分かんない。多分この列車で移動できるようになるんだろうなという期待をしたい。マスコプリンケーキとキャラメルカプチーノです。あ、いいね。猫バスならぬ猫列車。猫だね。猫耳つけてるけどめっちゃ目が覚めてるな。いらっしゃいませ。50万何なさいますか？失礼ですが、あなたがこちらの店長さんですか？私はウェイトレスです。入り口にいた人がそう言ったんですね。はい。申し訳ありません。彼女がこのカフェの店長なんですが、あのバカ店長、暇すぎて退屈なのか、つまらないいたずらばかりするんです。猫ですね。それで、どんなご用件でこちらへ？実は聞きたいことが。いやー、ん？どうしたんですか？ちょっと居眠りしてる間に猫たちがいなくなっちゃったのよ。ああ。お腹すいたら帰ってくるでしょう。そんなこと言ったって私はそばにいないとあの子たちきっと怖い思いをしてるわ。で、だから店長がいない時もあの子たちはとても楽しそうにしてますよ。え、そんな。おととい、キャットフードに変なものが入ってると苦情が来ました。それなら私が新フレーバーに挑戦したケーキを。失敗作を食べさせないでください。毒じゃあるまいし、それに捨ててるのはもったいないじゃない。それより心配なら探しに行ったらどうです？私が店番してますから。知らない変な人と会うかもしれないでしょ。私はすごく人見知りだし。やめろ、その流れはやめろ。行かないといけなくなるじゃないか。ほら。よかったら私が探していきましょうか。本当？うちで飼ってた猫もなんだか逃げ出したけど、いつも私が見つけてたし、ぜひお願いするわ。そうだ、またお願い、名前を伺ってなかったわね。木原です。木原、素敵なお名前ね。話は木下桜子。こっちはすごく真面目そうな子は相沢誠。すみません木原さん、うちのバカ店長がご迷惑をおかけしてしまって。そんな言い方することないじゃない。桜子さん、今月はお客さんのコーヒー2回もこぼしたでしょ。それからオーブンを3回壊してお皿を5枚も割って、今日は猫までいなくなって。え、そんなことあったかしら。仕事中はしっかりしてください。仕事中は。泣き飴について知ってますか？矢原さん、泣き飴に行きたいの？はい。強い腐食性のある雨が降っていると聞きました。それで森の猫カフェの店長はその雨を防ぐ方法を知っているだろうって。なるほどね。猫たちが戻ってきたら行く方法を教えてあげるわ。わかりました。それじゃ行ってきますね。ちょっと待って、木原さん。少し私と一緒に来てほしいの。おう、急に。木原さん、道中にこれと同じ看板を見かけたでしょ？あ、見ました、見ました。はい、鹿島村で。実はね、この看板、芸列車の中継駅になっていて、
あ、やっぱそうなるんだね。幻影列車。明治時代に汽車が日本に導入されてから人々は鉄道を広げようと多くの森林や草地を破壊した。そのためにたくさん動物たちが命を落としたと伝えられているわ。それからというものを鉄道の近くに住む人々が謎の列車の走行音をたびたび耳にするようになったとか。夜間に走行している列車が謎の列車に遭遇したりね。実はこれは死んだ動物たちの音量が、はは、音量なんだあれ。でも長い年月が経つうち怨霊たちの恨みの念は晴れていき、そして列車の姿だけが永遠にこの地に留まることになった。このようにして生まれて多くの列車が特殊な路線ネットワークを形成していったと。この看板はその、路線ネットワークの中継駅。簡単に言うと、あなたたちの他の看板がある場所まで転送してくれるのよ。なるほど、はいはい。あー、じゃあこの看板を使えば猫を見つけられるよっていう話ね。転送先か。ん？通行者は一度しか使えないけど、一旦起動させてしまえば、それ以降は何度でも看板を利用できるわ。はい。ありがとうございます。実は私、人付き合い苦手で、人が多いところあまり行きたくなくてね。だから、猫たちのことをどうかお願いね。そうだ、逃げた子猫は2匹、1匹は白猫で、もう1匹はチャトラよ。子猫たちの詳しい情報は、相沢さんに聞いてみてちょうだいと。了解。なんかアイテムあるかな。これさ、これあれだよね、テロロ、テテロでしょ。うん、記憶にあるテテロとは違う。いや、むしろこっちのが近いね。まあ偽物だよね。テロがそもそも偽物なんだけどね。じゃあ店番もあれだけど、あれだな、ヒントもらいたいな。白猫すずね、ホラー映画が好きで、あー、ポスター写真集は嬉しいね。はいはい。チャトラはもっち。怪しい骨見つけた。あー、じゃあそこか、わかった。まあまずビデオだな。ビデオ屋さんにいる。黒森町のビデオ屋に一人いる。移動。はいはい、骨。いいね。アパート。あ、足跡ある。下。下。下、あ、これ両方。なんて書いてあるか見なさいってことか。右は？水草の腐った匂いがする。動作終了。下ですね。あっち絶対やばいやつやったな。リンクの手書きポスター。七子最高。お本。わあ、七子のポスターだ。七子大好き。言わなそう。あなたかにゃ。やっぱり中にいたんだ。どうやってポスターに入ったの？猫玉ならこのくらい朝飯前にゃ。そうだ、このことをもちちゃんに絶対内緒にしてね。じゃないとポスターに入る方法を教えろってせがんでくるに決まってるにゃ。アクラクさんが心配してたか、早く帰ろう。あそこは退屈だにゃ。毎日毎日ニャーニャーってバカみたいに私たちをからかうけど、人間たちが何をニャーニャー言ってるのか全く理解できないニャー。あー、そういうことか。こっちはニャーって言われてるけど、あっちもニャーって言われてる感覚なのか。そうだ、このポスター剥がすの手伝ってくれたら帰るニャー。この手書きの限定版だけはまだだったニャー。あー、剥がれて破れてしまうからね、しゃあないな。
分かってるにゃ。喜んで帰っていったね。これさ、行ってみたくない？ちょっと行ってみよっか。あ、でもね、ここで途切れてるわ。あー、じゃああれだ、次鹿村の方だね。演奏した方が早いんだけど、骨だから、あ、いた。普通にいたわ。スイカのところかなと思ったんだけど。怪しい骨に花が咲いたにゃん。そうだね。桜子さんが心配してるから早く帰ろう。みんな僕の不思議な力を信じてくれないにゃ。だから帰らないにゃ。信じられないと思うけど、実は私にも不思議な力があるの。本当？ここにいる動物たちはみんな知ってる。信じられないなら聞いてみて。カフェに戻ったら証拠を見せてあげる。まずここの動物たちに聞いてみるにゃ。え？あ、まさかのにゃんこ視点。あ、あのジョーさんかもちろん知ってるぜ。すごい人なの？お、俺に聞いて正解だったな。この辺りのことなら俺に知らないことはないぜ。2年前のあれは確か雨の日だったな。何百もの陽子があのジョーちゃんを追っかけてたんだ。陽子どもは皆凶暴だ。あんたみたいな子猫なら平手打ち一発でペシャンコさ。にゃって、にゃって感じだったね。それがこのジョーちゃんと来たら赤子の手をひねるかごとく、陽子どもを次々と倒してしまったんだ。倒したことになってんのか。恐ろしい奴だから絶対怒らせるんじゃないぞ。あとは鹿さん。ねえ、あの人間の女の子知ってる？伊原様のことか？もちろん知ってるぞ。本当に不思議な力があるの？言うまでもないさ、他の人間にはできないことが伊原様にはできるんだ。この満開の花を見ろ。これはもう全部伊原様のおかげなんだぞ。こっちにはいけない。せっかくやから、猫になった機会からね。まあまあ、信じた？信じるしかないよね。伊原師匠、これまでの比例をお詫びするにゃ。かわいいね。僕にも不思議な力を教えて。うん、教えてあげるから、その前にカフェに戻ろうね。はい、伊原師匠。すっごいなんかね、ちっちゃい男の子みたいな反応でかわいいね。よし、じゃあ、森の猫カフェ。どうも。スーちゃんとモスちゃん帰ってきた。なんとお礼を言ったらいいか。私も猫が大好きなので、お気持ちはよくわかります。そうだ、木原さん。あちこち回って疲れたでしょう。当店特製のコーヒーとケーキをどうぞお召し上がれ。今日は私がご馳走するから遠慮しないでね。はい。他のカフェと同じように当店でも大切なお客様のためにとびっきりのコーヒーを用意しているのよ。こんなに頑張ってくれた木原さんをちゃんとおもてなししないとあっては当店のメニューに関わるわ。わざわざすみません。お客さんに立ち入った事情を聞くのは申し訳ないんだけど、どうして泣きやめろ、泣きやめとだっけ。はい、実は私よくわからない力のせいで黒森町に来たんです。ここに閉じ込めているのかも。それで黒森劇場に行けば、ここから出られる方法があると聞いて。失礼ながら、黒森町劇場はとても安全とは言えません。できれば、相沢さん、お客さんの意思を尊重しましょう。すみません。こういうところはあれだね。上だね。コーヒーができた、木原さん、どうぞ。私はお持ちします。お願いね。このコーヒーが実はその効果があるとかね。またたび茶。一瞬相沢さんの目つきに異様なものを感じた。カップを持ち上げようとした時、下に敷いてあったメモがふと目に入る。そこにはコーヒーを飲まないで。
農者の木原さん、コーヒーはお口に合わないかしら。いえ、そのコーヒーはすごく美味しいのよ。あー、料理下手って言ってたもんね。木原さん、このコーヒーを飲めば全ての問題は解決するわ。安心して、毒なんて入ってないから。お、木原さん、どこへ行くの？この力は。お。ここは3年前毒ガス事件があった車両。あ、でも同じ車両ってことか。135。やばいね。車両の右側から聞き慣れた声がした。その車両から離れて。あれ、新谷さん、どうしてここに？言ったでしょ、私たちの運命は電車によって繋がれてるって。話せるようになったの？ええ、多分電車が黒道を離れたから呪いの影響が弱くなったんだと思うわ。でもそれも一時的なもの。まだ私が知っていることを全部話すことはできないわ。ようやく黒森町から離れられたのはいいけど、戻って呪いを解かなくちゃ。そういえば木原ちゃん、どうしてこの場所で電車を発動したの？話すと長くなるんだけど。もう木原ちゃん、また知らない人を簡単に信用して、ごめん、早くここから抜け出したくて。それより、まず燃焼を発動して黒森町に戻りましょう。うん。発動できないのか。ノートに載ってないわね。でも燃焼を妨害されたり、大勢の人を巻き込んでしまったのだとしたら、燃焼が不安定になっている可能性があるわ。あー、なんかそうだね。人が多すぎると燃力、なんか、すごくいるみたいな感じの書いてあったもんね。その前にまずは安全な場所を探して少し休みましょう。うん、ごめんね。大丈夫大丈夫、キャラちゃんが無事でよかったわ。それじゃあ前みたいに旗になるから、キャラちゃん悪いけど連れて行ってね。キャラちゃんのポケットにこたつみたいで、一度入ったら出られなくなっちゃうんだよね。人肌の温度ね。はあ、強い力が加えられたのか、ドアノブが変形して固まった血で付着している。やばいな。よし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 。じゃあ、ちょっと今回ここまでにしましょうか。多分、こっからパートが長いはずだからね。まあでも、あのコーヒーは何だったんだろうね。飲まないでって言ってるから、その、おかしかったっていうのを気づいてたわけだよね。アイザワちゃんの方がね。なんかちょっとそのあたり怪しいね。はい。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだいろんなゲームの動画や解説、攻略などを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。